ラブコメのコスモ、あれあの作品を見ると恋人欲しくなるんだよな。俺の名前は山本健、大学1年生の陰キャオタク。身の回りにオタク趣味を理解してくれる人がおらず、友達もいない。そんな俺にはコスプレの写真を撮る趣味があったのだけど。そういうのはちょっと。いいじゃん。マナーが悪いやつがいるな。っていうかあいつ同じ大学のヤバすぎちゃろ。女子に声をかけまくった上にデートでは一日中つまらない自慢話で時間を浪費させるって噂だったな。大変だ、早く助けなきゃ。俺この子と用事があるので。おい邪魔すんなって。お前あちょ待てよ。はあ、なんとか逃げ切れてよかった。ありがとうございますって、あなたは。あ、どうかしましたか。いえ何も。それよりどうして助けてくれたの。困ってるみたいだったし放っておけなくて、つい。優しいんだね。あ、お礼もしないと。え、さっきは本当に困ってたの。だから私にできることなら何でも言って。じゃあ俺とデートしてください。え？っていきなり何言ってるんだ俺は。ついラブコマへの憧れがダダ漏れして。なんかごめん。これじゃあさっきのやつと同じだよね。別にいいけど、普段の私は今のイメージとは全然違うよ。全然いいよ、可愛いし。あ、じゃあ今から会場を回らない？いいの？もちろん。私はレナっていうの、コス名だけど。俺はケイ、今日はよろしく。それじゃあ行こうか。うぅ、会場の中はさすがに人が多いね。気をつけないとはぐれちゃいそう。そうだね。おっと、あ、体が。ごめん、すぐに離れるから。うん、大丈夫だよ。その後も俺たちは二人で会場を回った。話してみると同じアニメが好きで趣味も合うということも分かった。時間はあっという間に過ぎて。今日はレナさんと一緒に回れて楽しかったよ。私も。友達がいないからこんなに趣味が合う人に出会えて嬉しかった。嬉しいこと言ってくれるな。それにしてもレナさんのコスプレもすごいクオリティだよね。俺もコスプレとかしてみたいな。じゃあやってみる。え、私がコスプレについて教えるから、また一緒に出かけてくれる？もちろんだよ。またレナさんと出かけられるの嬉しいし。そう、じゃあ連絡先交換しよう。うん、やった、初めて女子の連絡先手に入れた。週明け、まさかあんな可愛い子と出かけられることになるなんてな。え？って、これって学園祭のイベントだよな。うちの大学ってコスプレイベントもするのか。これに参加すれば俺もオタク友達ができるかも。あー、でもコスプレの衣装を作るのって結構時間かかりそうだよな。今からやって間に合うのかな。おい、ケイ。って、チャラ男か。お前、よくもこの間は俺の邪魔をしてくれたな。どう考えてもあの子は困ってたでしょ。というかどうしてチャラ男はあんなところに。もしかして君もオタクだったの？なわけねえだろ。最近街中で声をかけても無視されるようになってさ、だからあそこに行ったんだよ。コスプレしてるのって可愛い子多いのな、 SNS で見つけてさ。それにオタクならちょろそうじゃん。そんな不純な動機でコスプレイヤーさんに迷惑かけるのよ。うるせえ、とにかくこの間邪魔しやがったつけよう。ああ、レイナ。彼女はうちの大学で怖いと噂の渡辺レイナさん。いつも一人で過ごしており、誰かと話しているのも見たことがない。そいつに用があんだけど、ちょっといいか。で、俺。ああ、もちろん。それじゃあ俺は用事があるから。俺に何か用でしょうか。なんでもねえよ。ということ。それから数日、講義中にも渡辺さんの視線を感じた。
渡辺さんが何を言いたいのかわからないまま数日が過ぎていき、いよいよレナさんとデートの日だ。ここ数日毎日連絡してたし楽しみだな。うん。ああ、レナさん遅か、待たせたな。ぐぐぐ、なぜここに渡辺さんが。まさか渡辺さんがレナさんだったってこと。確かに普段とイメージが違うとは言ってたけど、じゃあ俺渡辺さんを口説こうとしてたってことに。終わった、それじゃあ行くぞ。どちらに。あ、コスプレしたいって言ったのはお前だろ。そうでしたね。本当に付き合ってくれるの。そうして歩き出したのだが、まずい、何を話せばいいか全然わからない。とにかく今日は刺激しないように。おい見ろよあれ。ここ私の大好きなアニメのスクコイの聖地なんだ。なあ、お前もあのアニメ知ってるか。うん、俺も好きなアニメだし。だよな、オープニングも確かこの辺りだっけ。ちょっと写真撮るぞ。すごくはしゃいでる、本当にオタクだったの。その後も渡辺さんはアニメのことではしゃいでいた。どんなコスプレをするのかイメージを膨らませるためにアニメショップへ寄り、その後もオタク談義を行うことに。やっぱり渡辺さんとは趣味が合うみたいで話も盛り上がった。気づけば俺の口調や呼び方も前みたいに戻っていて、はあ、たくさん歩いて疲れたね。でも一緒に来られてよかった。ここ一人じゃ入る勇気がなかったんだよな。わかるよ、ぼっちだとなかなかこういうお店入れないよね。俺も入ってみたかったし、ありがとう。今日は私と一緒にいて楽しめたか。ほら、私ってこんな見た目だし、それにオタクだから好きなことになるとつい早口になっちゃうし。俺もそういうところあるから気にしてないよ。まあ確かに最初は驚いたけど。そういえばどうしていつもはその格好をしてるの。私本当はただの陰キャなんだ。この髪も染めたわけじゃなくて、お父さんが外国人だからその影響。目つきも悪くて昔から周りに怖がられてばかりだった。緊張すればするほど顔がガチガチになってさ、ついに睨んでるみたいになっちゃって。さっきのもずっと緊張してたってことか。人と話すのも苦手で友達もいない。でも高校生の頃に初めてコスプレをした時、そのキャラになりきれるって気づいた。強そうな見た目になれば勇気が出ると思って今の格好をするようになったんだよ。本当はイベントの後も大学で声をかけようとしたんだけど、どうしても勇気が出なくて正体も告げられなかった。そっか、こないだ声をかけようとしてたのはそれだったんだね。でもそれならなんでイベントの時は一緒に回ってくれたの。人見知りなら断られても仕方ないと思うけど。実は前に山本がアニメショップから出てくるのを見かけたことがあるんだ。お前がオタクだと知って一度話してみたかったんだよ。まさか見られてたなんて。ただ勇気が出なくて。けどイベントの時に声をかけられたから私も頑張ることにしたんだ。でもあの時勇気を出してみてよかった。話してみると趣味も合うみたいだし、一緒にいて楽しいから。俺もレナさんと一緒にいるの楽しいよ。じゃあまた一緒に出かけてくれるか。もちろんだよ。今まで怖い人だと思って勘違いしてごめんね。ううん、私こそ隠しててごめん。それとコスプレのこともちゃんと協力するから。ありがとう。あと私の本名はレイナだから、そっちで呼んでくれると嬉しい。わかった。その日以降も俺たちは一緒に出かけるように。アニメのイベントにも行き、好きな漫画の発売日に特典を集めるために専門店を回ったりもした。そしてついにコスプレするキャラも決まったね。けど衣装はどうするの。いつも手作りしてるんだ。私裁縫が得意だから。手作りであのクオリティなの、本当にすごいね。
褒めてもらえると嬉しい。俺もできることがあったら手伝うよ。ありがとう。でもその前に採寸しないとな。それじゃあじっとしてろよ。エーナさんの体が密着して、しかも息が首筋にかかるんだけど。もう動いちゃダメだってば。長い、早く終わってくれ。そのうち大学でも話すようになり。で、昨日のアニメ見たか？もちろんだよ、めっちゃ良かったよね。渡辺さんってあんな表情するんだ。ずっと怖いって思ってたけど意外と可愛いかも。周りの視線がすごく気になる。おーい、どこ向いてるんだよ。え、今話してるのは私なんだから私だけ見ろよ。まさか嫉妬してる？ごめん。それにしてもレイナさんは学園祭のコスプレイベントには出ないの？参加者募集のポスターが貼られてたけど。無理、顔を知ってる人に見られたら恥ずかしいし。そう？せっかく可愛いのに。ごめん、つい本音が。本音で恥ずかしいこと言うな。それに私も今はまだお前にだけ見ててほしいっていうか。可愛すぎだってば。そうして時が過ぎていき、いよいよ明日は学園祭か。気づけばレイナさんと話すようになってから1ヶ月も経つんだな。おいおい、なんでそのポスターを熱心に見てるんだよ。で、チャラ？まさかコスプレすんのか？やめとけって。コスプレして女にモテようとでも考えてんだろうけど、陰キャがどれだけ頑張っても陰キャなままだから。そんなこと考えてないって。怒んなよ。俺はお前が勘違いする前に忠告してやってるだけだから。そんなにモテたきゃ内面から変えろよな。好き勝手言いやがって。山本、今のって。レイナさん見てたの？ごめん、助けに入ろうとしたけどその前にあいつが行っちゃって。けどさっきの話、私も同じだ。見た目だけ取り繕っても意味ないよな。え？見た目を変えれば周りと話せるって思ってた。でも明るい格好になっても私の内面は暗いままで、どうすれば周りと打ち解けられるんだろう。それでもレイナさんはいい子だよ。俺のコスプレにずっと手伝ってくれるくらい優しいし。それはお前の方だろ。ヤバすぎから助けようとしてくれたし、私が落ち込みそうになってもいつも励ましてくれるし、そういう優しいところをみんなに知ってもらえたらきっと友達もできると思う。なら俺たち一緒だ。みんなに自分たちのことを知ってもらえたら今の自分を変えられるのかも。ねえ、一緒に頑張ってみない？俺も変われるように頑張るから。私ももっと他の人とも仲良くなりたいんだ。なら俺に提案があるんだけど。翌日、いよいよ学園祭。今日こそ可愛い子を見つけてやる。おい、見ろよあの子。あ？って、あの子はコスプレイベントで声をかけた子じゃねえか。超可愛い子いるじゃん。俺話しかけてみようかな。いや、俺が先だ。なあなあ、俺たち前にも会ったことあるよな。ここは俺の大学だし案内してやるよ。断るわ。あ？私、あなたみたいな男に興味ないから。なんだよ、この俺がせっかく誘ってやってるのに。待たせてごめん、レイナさん。え？てっけい？今、レイナって言ったか？まさか、こいつって。そうだよ、彼女は紛れもなく俺たちの同級生の渡辺レイナさんだ。はあ？本当は学園祭が終わった後のイベントで2人でコスプレする予定だったんだけどね。やっぱりこっちのイベントにも参加することにしたんだよ。衣装の準備は前もってできてたし。じゃあ前に声をかけたのもこいつだったのかよ。俺のことを騙してたのか？騙したつもりはないけど、
そもそもどうして友達でもないのにあなたにコスプレしてるって教えなきゃいけないの？だけどどれだけ見た目が可愛くなっても内面が良くなけりゃ男も寄ってこねえだろ。ふざけるな。レーナさんは俺のやりたいことに協力してくれるし、話してみると楽しくて本当に素敵な子なんだよ。そんなはずねえだろ。いつも不良みたいな格好をしてたくせに。お前は内面も気にしてるくせに外見で内面まで判断するのか。どんな見た目でも関係ないだろ。じゃあマジであの渡辺なのか。でも確かに最近の渡辺って可愛かったよな。うん、どっちも本当の私だよ。私本当はただの陰キャなの。お、人見知りで誰とも話せなくていつも一人だった。でもコスプレをしたら勇気が出るかもって思ってあの格好をしてたの。みんなには怖い思いをさせてごめんなさい。いや、俺らも見た目で判断してたし、悪いことをしてたわけじゃないのに勝手に勘違いしてたのは俺たちの方だ。何も知らないのにごめん。怖い思いをさせてたのは事実だもん。でも私はこれから変わっていきたいの。コスプレに頼らなくてもちゃんと周りの人たちと仲良くなれるように。じゃあ俺と付き合った方がいいぜ。ダチも多いし、K なんかよりもいろんなことを教えてやれるからさ。だからあなたはお断りだって言ってるでしょ。私は山本のことが好きなの。え？だって初めて私のことをちゃんと見てくれたのは山本だし、それに趣味もあって一緒にいて楽しいからダメかな。俺も同じだ。レイナさんが隣にいてくれるといつも楽しい。だから俺もレイナさんのことが好きだ。嬉しい。じゃあ今日から恋人同士だね。お、まさかあの二人がくっつくなんて。俺は二人のこと応援するぞ。俺と付き合った方が絶対にいいはずなのに、なんであんな陰キャに負けなきゃいけないんだ。君が自分で言ったことだろ。内面が良くなければ人に好かれることはないって。君が人に好かれないのはその自分勝手な考え方をしているからだよ。まずはそこから見直した方がいいんじゃないかな。なんだと。陰キャのくせに生意気なこと言うな。おいおい、二人の邪魔するなよ。こいつどっか連れて行こうぜ。離せ。俺は女の子と遊びたいんだ。今回の件はその後大学中で噂されるようになった。以来チャラ男は女子から相手にされなくなり、男子たちからも白い目を向けられているらしい。本当にレイナさんは周りに受け入れられ友達を増やしている。俺たちはというと、いよいよイベント本番だな。写真いいですか？このシーンやってほしいんですけど。え、でもそれは。いいですよ。え？恥ずかしがる必要ないじゃない。私たち恋人なんだから。そうだけど。それとも私と恋人でいるのは嫌なの？そんなことないって。俺もこうしていられるの嬉しいから。じゃあこれからもっとたくさんコスプレのイベントにも一緒に出ようね。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。